トールポータルからお知らせです。この度、トールのあらゆるコンテンツのリンクを集めたポータルサイトを開設しました。動画に関するお知らせなども掲示していく予定です。動画概要欄のリンクからぜひお越しください。こちらはいつもの札幌駅東改札口。時刻は6時過ぎ。こちらの一番上に珍しい表示が出ています。6時21分発普通東室蘭駅。従来特急列車が行くような長い区間を走る普通列車、1日1本だけの列車です。今回はこちらに乗車していきます。1日散歩切符を使っていきます。今回乗るこちらの列車には最近導入された新しい車両が使われています。 JR 北海道史上初のワンマン電車としてデビューした新型車両737系です。もともと JR 北海道でワンマン運転が行われるような路線ではキハ40型や H100 型といったディーゼルカーが運転されることが多かったのですが、なぜワンマン運転のできる電車をあえて導入したのか、乗車しながらそちらの謎も紐解いていきます。 LED の綺麗な表示、都会的な見た目にもかかわらず2両編成という短さで異彩を放っています。 JR 北海道の他の通勤列車と同様、半自動ドアボタンを装備しています。これにより長時間駅で停車することがあっても車内の温度を維持できます。そして座席はもちろんロングシート、通勤通学輸送に特化した作りです。しかしながらワンマン運転にも対応していますので整理券発行機がちゃんとついています。 JR 北海道のディーゼルカーの最新車両 H100 型と JR 北海道の通勤電車の要素を足し合わせたようななかなか独特な車両です。車内の座席の真ん中には車椅子スペース兼大型荷物の置き場が設置されています。この車両は側面に2個扉がついた車両になります。そしてこちらは北海道の通勤列車や H100 型でも見られるバリアフリー多目的トイレです。今年5月にデビューしたばかりということで非常に綺麗です。現在アナウンスをしているのは車掌さん、実は途中の苫小牧まではまだワンマン運転を行わないんですね。さて間もなく列車は出発、東室蘭駅まで2時間半かけて一駅一駅止まりながら進んでいきます。さすが電車ということで非常に静かな走り出しでした。JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。千歳線苫小牧方面普通列車東室蘭行きです。携帯電話は次は苗穂です。Thank you for using JR Hokkaido. This is a Chitose Line local train bound for Higashi Muroran via Tomakomai. 従来の通勤電車とは異なり、ワンマン線区用のアナウンスが使われていました。この声で札幌駅周辺の都市圏の駅の名前を読み上げるのはなかなか新鮮ですね。運転席については今回あまり撮影はできませんでしたが、最近導入が進められている H100 型を踏襲したような作りになっているそうです。一方で扉の開閉時になるチャイムは、従来の通勤電車と同じものを使っているようです。2両編成2扉車ということ以外は従来の通勤型電車とあまり差のないように感じる737系、この車両がまさか苫小牧を越えてワンマン運転を行いながら室蘭方面へ向かうとはなかなか考えづらいものです。苗穂駅の隣には列車の修理等を行う苗穂工場が広がります。多目的特急車両キア261系浜名瀬編成とラベンダー編成が並んで置いてありました。列車は豊平川を越え、どんどんと札幌の中心部から離れていきます。遠くには札幌の中心部大通公園に立つテレビ塔や、先ほど出発した地点の真上に立つ JR タワーなどを見ることができます。この電車は普通列車ということで終着の東室蘭まで各駅に止まっていくわけですが、そこは新型車両ということで従来の通勤型車両には負けますが、110キロ近くを出して走行しています。ロングランの普通列車ではありますが、乗り通す客は私以外おらず、ほとんどのお客さんは短い駅間で降りていかれます。
内装はほとんど普通の通勤電車と変わりません。ただ扉横のこのスペースが広いように感じます。荷物を置くためのスペースなのか、それともゴミ箱のスペースを広く取ったのか、どっちか分かりませんが、ここも従来の通勤型電車とは異なるポイントだと思います。列車は2つ目の停車駅、白石駅に到着します。この区間は岩見沢、旭川方面に向かう函館本線と千歳、苫小牧方面に向かう千歳線が並行する複々線区間となっています。ちょっと細かい話になりますが、この車両はアルミニウム合金という素材でできています。これは2010年にこの車両と同じく日立製作所が製造した735系電車と同じ構造です。ステンレス車ばかり導入されていたこの北海道の地で、アルミニウム合金製の車体は果たして通用するのかどうかを試験するような目的で、今すれ違ったこの前の方についている無塗装の車両ですね、これが735系なんですが、試験の目的として少ない量数だけ導入されたのですが、その後主力として製造されたのは従来のステンレス車体の733系電車でした。ここではアルミニウム合金製の車両の試験結果が反映されなかったということになるのですが、今回アルミニウム合金製の車体で、なおかつ同じく日立製作所が作るということで、おそらくなんですが735系の技術が使われている可能性があります。約12年ぶりにその技術が応用されたと考えると、なかなかロマンがあるように感じますが、皆様はいかがでしょうか。特急北斗4号函館行きは同じく1番線から7時1分です。列車は函館本線と別れ、最初の停車駅新札幌駅に到着しました。車掌さんの放送を少しだけお聞きいただいたんですけども、やはり新型車両ということで非常に聞きやすいスピーカーになっているなと感じました。この先走る室蘭本線ではかつて国鉄型のディーゼルカーが使われておりまして、その時は扉の段差というのがものすごくあったんですが、現在はこの通り、新しい電車が導入されたことによってバリアフリーも増進されました。新札幌駅の周辺では再開発が進められており、駅と直結した病院などが建設されています。先ほど紹介したドア横の広いスペース、いい感じで荷物スペースになっていました。まあ、混んでいるときはあまりこういう使い方は望まれませんが、空いているときには非常に便利な場所になりそうです。そしてこちらは半自動ドアボタンのステッカー、扉が車体の色と合わせる形でピンク色になっているので、この黄色のステッカーもうまく溶け込んでいます。列車は森の中を進んでいると、両脇に謎にスペースの空いた区間を通ります。ここはかつて西の里信号場というところでした。かつては両脇にもう一本線路がありまして、列車の追い抜きができるような設備がありました。一応廃止にはなっていない扱いなのですが、追い越しの設備は撤去されまして、信号場としての役割はほぼ終えているような形です。先ほど右手にあった白い建物はその名残でした。上野幌北広島間の車窓の一番の見どころといったらやはりこれでしょう。今年3月に北海道日本ハムファイターズの新たな本拠地として開業しましたエスコンフィールド北海道です。チームは全体5位と沈んでおりますが、残りあと20試合ほど巻き返していってほしいものです。やはり驚くべきことは、この上の大きな屋根が開くということでしょうか。天然芝の育成のためということもありますが、すでに何試合かは開けて行われているようです。晴れている日は気持ちがいいでしょうね。まさに内部はアメリカのボールパークをイメージしたような内装になっておりまして、本当に素晴らしいものができたなという感想です。ボールパークを過ぎますと少し谷になっているところがありまして、住宅街、そして北広島市役所があります。ここまでの途中にボールパークの最寄り駅を作るという計画がありますが、現在はなかなか計画は進んでいないようです。その最寄り駅の開業まで暫定的に最寄り駅となっているのが次の北広島駅です。特急列車は停車しませんが、快速エアポート号はすべて停車し、またボールパークでの試合開催日には臨時列車も多く発着をするこちらの駅。エスコンフィールド北海道の開業に合わせてホームの延長、バリアフリー化工事などかなり改修工事が行われました。現在は駅直結となる駅ビルの建設が進められています。試合開催時には延長部のホームの方に快速エアポート号などを止め、手前のホームに止まっている列車と位置をずらして止めることで混雑の緩和を図っています。北広島駅では従来から普通列車と快速列車の緩急接続が行われています。この列車でも同様に後から来る快速エアポート号の接続追い越しが行われます。ご案内いたします。
この列車は6時49分発普通列車苫小牧経由東村ランキングです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。次は島松に停まります。正面にある信号、出発信号機と言いますが、これを合図にして列車は走り始めます。出発進行という言葉がありますが、これは出発信号機が進行表示、青表示になったという意味合いを持っています。ですので今の場合は出発進行と言ってしまうと間違いなわけです。直前まで黄色でしたので、出発注意というふうな呼びかけが普通なされるはずです。ただ直後にすぐに進行表示に変わりましたね。千歳線は本当に多くの列車が走っておりますので、詳しい説明は省きますが、かなり信号の変わるスピードが速くなっています。北広島市街地を過ぎると、あっという間に畑や田んぼが広がる景色になりました。ここがやはり東京や大阪と違ったところで、北海道ならではの景色と言っていいと思います。ここでは卵の製造を行っているようですね。ちょうどすれ違う特急列車があります。札幌と室蘭を結ぶ特急すずらん号です。この列車と全く同じルートを通るわけですが、特急列車の所要時間は1時間半。当然特急列車の方が圧倒的に早いのですが、この列車も3時間かからずに東室蘭駅に到着できますので、相当早い部類だと思います。期間が長いというのも一つの理由かもしれません。列車は島松駅に到着しました。島松駅では最近大きな変化がありました。もともとは1番線、2番線と3番線の島式ホーム、そして4番線とホームが3つあったのですが、この撮影の2週間ほど前、その3つ目のホームにあたる4番線が撤去されました。これはバリアフリー工事に伴うもので、ホームにエレベーターを設置しなければならないのですが、コスト削減のためホーム自体の数を減らしてエレベーターの設置台数を減らすということをしました。ちょっと残念ですが、これも仕方がないですね。島松恵の戸を停車し、次の停車駅は札幌ビール庭園。2面4線の駅構造で、この駅で特急列車や貨物列車に追い抜かされる普通列車も存在しています。駅名の通り札幌ビールの工場の最寄り駅となっており、この列車は時間帯が早すぎて誰も降りる人はいませんでしたが、おそらく通勤で使っている方も多いと思います。小札駅を過ぎると列車は高架の上を走るようになります。これから通る千歳市はかなり中心部が栄えておりまして、駅も周辺も線路も高架になっています。2面4線の高架駅千歳駅に到着します。この次の南千歳駅から分かれる石勝線の新夕張新徳方面の普通列車は、線路容量の関係かこの駅から出発します。そんな始発駅にもなっている千歳駅ですが、残念ながら特急すずらん号以外の特急列車は通過してしまうという悲しい運命にあります。新千歳空港へ向かう快速エアポート号には次の南千歳駅で乗り換えればいいわけですから、あまりここでの乗り換え需要というのがないのかもしれません。ですがこの列車は各駅停車、ゆっくりと千歳駅の長いホームに入っていきます。千歳駅を過ぎると再び地上に戻りまして、右手には広い敷地を誇ります新千歳空港が広がります。新千歳空港へはこの南千歳駅から支線が伸びています。ちょうど真正面に列車が見えますが、石勝線からやってきた普通列車かと思われます。この駅からは新千歳空港、苫小牧方面、そして石勝線の新夕張新徳方面と3方向に線路が分かれるジャンクション駅となっているわけです。かつてこの駅は空港のターミナルビルと接続をする空港アクセス駅でした。しかし21世紀になる直前で空港のターミナルが移転、新千歳空港が誕生し、そちらへは地下トンネルを通り地下に設置された駅へと向かう支線がこの駅から伸びることとなりました。現在は空港を行き来する快速列車と函館、室蘭、十勝、釧路方面の特急列車との乗り換え駅として活用されています。ちょうど右側に見えますトンネルが空港支線、新千歳空港に向かう路線です。こちら単線になっています。そして手前の非電化路線は石勝線、こちらはディーゼルカーの走る電気が通っていない路線になります。両脇の架線柱が立っている路線が現在私たちが扱っている千歳線になります。
右手遠くには新千歳空港の国内線ターミナルが見えます。ピーチ、エアドゥ、ANA、JAL など多種多様な飛行機を見ることができます。赤昇線が分かれていき、しばらくしますと列車は謎のポイントに遭遇します。こちらはビビ信号場。2017年まではビビ駅として活躍していた場所で、現在は廃止されまして信号場として活躍しています。千歳線のルーツである北海道鉄道札幌線の時代、北海道鉄道の社長が所有する牧場が近くにあったため駅が設置されたという経緯があります。ただそれゆえに利用者が少なく2017年に廃止となっています。次の上野駅を出発すると上下線の線路が分かれていきます。これなぜかっていうのが分からなかったんですが、この近くにウトナイ湖という湖がありまして、後から伏線化するときにその環境をあまり害しないように別の場所に引いたのではないかと思います。先ほども出てきましたこの千歳線のルーツですが、1926年に北海道鉄道札幌線として開業。現在の新千歳空港の横にあります航空自衛隊千歳基地、かつての千歳海軍航空隊基地が沿線にあり、軍事利用するために戦時中の1943年に国有化されました。そして国鉄を経て現在は JR 千歳線になっているわけです。ここで室蘭本線と先ほど分岐しました千歳線の札幌方面の線路と合流します。岩見沢から栗山、追分けなどを経由してやってきた室蘭本線と合流するこの沼の畑駅が千歳線の終着駅となっています。しかしながら千歳線のすべての列車は次の苫小牧駅まで運行されます。ここからは室蘭本線の旅となります。反対側から懐かしい国鉄型のディーゼルカーがやってきました。キハ40型です。北海道中を駆け巡っていた時代もありましたが、現在は新しいディーゼルカー H100 型への置き換えが進んでいます。このキハ40型が進む先はおそらく室蘭本線の岩見沢方面でしょう。室蘭本線は岩見沢沼の畑間と沼の畑伊勢の区間でかなり性格が異なっています。特急列車や貨物列車がバンバン走る沼の畑よりも西側の区間に比べ、沼の畑から東側岩見沢までの区間はかなりのローカル路線、札幌を迂回するルートとして貨物列車が1日に何本か走りますが、旅客列車については先ほどのような1両のディーゼルカーが行ったり来たりするような非常にローカルな路線となっています。最近では道内4位の人口規模を誇る苫小牧市の中心苫小牧駅に到着します。左側にもキハ40型が止まっておりますが、あちらは日高本線用の車両です。日高本線はその名の通り日高地方の様似駅まで結ぶ非常に長い路線でしたが、台風による甚大な被害を受け全区間のうち8割の区間は廃止となってしまいました。かつては屋内に遊園地がありました。メガドンキホーテ苫小牧店の大きな建物が目立ちます。苫小牧駅に到着。この反対側となる南側では現在廃墟が立ち並ぶようななかなか寂しい駅前となっておりますが、その廃墟を一掃する大規模な再開発計画が進められています。向かい側にもピンク色の車体、同じ737系が止まっています。この駅からワンマン運転の区間に入りまして、このように横から運賃箱が出てきました。ここまではこの右側に収納されていたんですが、スライドさせて出すような仕組みだそうです。そしてモニターもワンマン運転仕様となりました。ここから先は従来ディーゼルカーが担ってきた普通列車の運用を電車で置き換えたという不思議な区間に突入します。そもそもなんでこのようなワンマン運転が行われているほどの区間であるのにもかかわらず電化されているのか。現在も特急スズラン号などは電車で運転されており、この電化設備を使っています。しかしながらこのように今映っておりますキハ143型、さらには2021年に導入されました H100 型のように普通列車はディーゼルカーが担っていました。白老上り別方面普通列車東室蘭行きです。この列車はワンマン運転のため一番前のドアのみご利用いただけます。なおドアは自動で開きませんので、お降りの際はドア横の開けるのボタンを押してドアを開けてお降りください。運賃はワンマン運転の放送もなされましたが、話の続きをしますと、当初この室蘭本線を電化する際、貨物列車を従来のディーゼル機関車牽引から電気機関車牽引へと変えるという目的もこの電化の理由としてあったようなのですが、それは実現しませんでした。また2013年頃まで711系
通称赤電という電車が走っておりまして、そのためにもまだ電化が残されていたようです。そんな711系も老朽化等の理由によりこの路線からは退き、結局電化されたまま普通列車はディーゼルカー、今すれ違ったキハ150型をはじめディーゼルカーが担うこととなりました。2021年には新型の H100 型も導入され、この区間の電化設備を撤去するのではないかとも噂されていましたが、 JR 北海道は初めてワンマン電車を導入し、この区間の電化設備を使ったまま古いディーゼルカーを置き換えるという奇策に出ました。車窓左手には太平洋、右手には樽前山が見えます。残念ながら本日は曇りの天気のため全貌を見ることはできませんが、晴れの時は非常に綺麗に樽前山を見ることができます。新しい電車が導入されたとはいえ H100 型も普通に活用されています。東室蘭とオシャンマンメの間、また先ほども説明しました沼の畑岩見沢間は電化されておりませんので、これらの区間との直通列車に関してはまだディーゼルカーが担っています。運賃箱はこのように横からスライドさせるような感じになっているんですね。奥側には配線も見えました。737系は現在この区間でのみ運転されていますが、将来的には函館本線の同じくあまり乗客が少ない区間、岩見沢旭川間での運転も計画されています。続いての停車駅は白老駅です。賛否両論ありますが、近くにウポポイというアイヌの文化を知ることができる施設が誕生し、それに合わせて駅もリニューアルがなされ、バリアフリー化工事が行われました。ということで、新しい駅舎となっています。特急北斗号の一部とスズラン号の全列車が停車をする特急停車駅となっています。以前ここに国鉄型機動車キハ40型が走っていた際に撮影するために降り立った駅、北吉原駅です。現在キハ40型は先ほどの糸井駅と岩見沢駅の間で運用されており、現在この区間で走ることはもうありません。北吉原駅はかつて橋上駅舎がありましたが、老朽化により2019年9月で閉鎖、現在は上下線ともにこのようなプレハブの駅舎となっています。後ろには日本製紙北海道工場白老事業所があります。この駅はこの工場への通勤輸送のために1965年に開業、駅の建設費はすべて日本製紙が負担しました。列車は少し海岸線を離れ、かなり緑の深いところまでやってきました。次に停車するのは古城浜駅です。かっこいい駅名とは裏腹にかなり規模は小さめです。ただこの緑に囲まれながら列車がホームに止まっている光景、なかなか絵になりますね。上に緑色の跨線橋がかかっていて上下線のホームをつないでおりますが、北海道にしては屋根のないタイプというのは非常に珍しいかもしれません。撮影時点ではすでに737系の導入から1ヶ月前後を経っていますが、やはり室蘭線の各駅でこのようなピンク色の電車が走っている光景はまだまだ新鮮に感じます。私はピンク色の車体結構気に入っておりまして、このような緑の自然に溶け込みやすい色なんじゃないかなと感じています。列車はここで初めてトンネルに入ります。室蘭本線の沼の畑東室蘭間はほとんどの場所で平地を走りますので、長い区間でありながらトンネルはかなり少なめです。駅の北側にあります登別マリンパークニクスを眺めつつ、列車は登別駅に到着。今後駅全体、また駅前広場のリニューアル工事が予定されている登別駅、登別温泉や登別熊牧場などの各観光地へはバスで向かう必要がありますので、バスとの乗り換え拠点、また重要な交通結節点として今後も進化を遂げそうです。登別駅は横に新たな駅舎が建設されますが、現在の昔懐かしいレトロな駅舎は待合室として残る予定です。現在の駅舎は建設から100年以上経過した非常に貴重な建物ということで、イメージを損なわない程度にリニューアルが施される予定です。今後も残り続けてほしいですね。再び太平洋を眺めながら進んでいきます。
この辺りですでに全行程の7割ほど走破しています。ラストスパートです。富浦駅を過ぎると大きな道路と交差します。これは道央自動車道上り別室蘭インターへ向かう一般道との連絡道です。この辺りは国道235号線との並行区間、自動車で通ったことがある人も多いのではないでしょうか。鷲別駅の到着寸前、左手に大きな廃墟が並びます。こちらは JR 貨物鷲別機関区の跡地、かつて使っていた転車台や車庫などの施設がそのまま残っています。かつては76両ものディーゼル機関車が所属していましたが、2014年に五稜郭機関区に役割を譲り廃止されています。まもなく終着東室蘭です。すべてのドアをご利用いただけます。母恋駅や室蘭駅に向かう方面の路線と伊達門別駅、東屋駅、おしゃまんべ駅、また特急列車はその先の函館駅まで向かう方の路線、この2つが分岐をする駅、東室蘭駅に到着です。特急すずらん号はこの先室蘭駅まで引き続き普通列車として運行される時もあります。8時50分東室蘭駅に到着。ここまで先頭の方でずっと立ちっぱなしで撮影していましたが、全然辛さを感じませんでしたね。まあ、私が慣れているというのもあるかもしれませんが、やはり新しい車両になったことにより乗り心地がだいぶ改善されているというのもあると思います。 H100 型から引き継がれた緑と黄色のデザイン、そしてこちらは初採用となりますピンク色の車体です。かなりどぎついピンクではなくて、薄ピンク色といいますか、結構おしとやかなピンク色ですので、私は結構好きな色です。そして目を引くのはこの二扉車、これに関しては H100 型やかつての国鉄型のディーゼルカーなどから受け継がれたものです。ただしそれらの列車とは異なり2両編成固定、一応増結運転もできなくはないですが、営業運転ではあまりしないのではないかとされています。前面はまっすぐではなく少し角度がついた顔になっているようですね。先ほども言った通り、将来的には函館本線岩見沢旭川間でも運転が計画されております。この行き先表示板に岩見沢や旭川といった駅名が入る日も近いかもしれません。側面には名板が貼ってあります。運行する JR 北海道、そしてこの車両を製造した日立の文字が入っています。この文字が北海道の電車で見られるのは約13年ぶりのことです。反対側室蘭方面からまた737系がやってきました。現在一部の列車を除き、苫小牧室蘭間のほとんどの車両の運用を受け持つ737系、今後は同じく電化区間で乗客が少ない函館本線の一部の区間でも運行を予定しています。今後の活躍に期待していきたいところです。函館本線でも運行を開始したらまた取り上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。トールポータルからお知らせです。この度トールのあらゆるコンテンツのリンクを集めたポータルサイトを開設しました。動画に関するお知らせなども掲示していく予定です。動画概要欄のリンクからぜひお越しください。